Alright, hello everybody, Sleepy and Cat です。今回も Global Space Program。 今ちょっと言いま、そびれたな。 Global Space Program。 あはぁ、今回やりました、やっていこうと思います。前回はローバーをですね、まあ、月に飛ばしてきてですね、無事着陸、まあ、最初は失敗したんですけどね、できましたんで、まあいろいろと運転して楽しんでました。今回はですね、スペースステーションをちょっと作ってみようかなと思います。ただですね、ちょっとここで一つ問題があるんですけど、正直に言うと今まで一回もランディブーしたことはありません。ですからどうすればいいのかっていうのは、まあ、漠然と、まあ、分かっているような分かっていないような感じなんですけど、まあ、ちょっと早速試してみようかなと思います。で、事前にロケットの方は作っておいてですね、まあこのサイエンスモジュールと、サイエンスモジュールと、住むところのモジュールを作ってみましたんで、この2つをドッキングさせてみようかなと。デザインが見にくいって？そんなこと気にしちゃダメなんだよ。私にデザイニングのことを渡してくれたら、非常に醜いアヒルのようなものができてしまいます。ああ、まあじゃあやっていきますかね。これは無人で飛ばしていくか。食料とかもないですしね。このゲームじゃなくて、まあ、ゲームですけど、モッドでですね、食料とかの概念もあるんで、それ持たせないで生かしようとガスしてしまうんですよね。まあですから食料は本当に大事です。 Anyway, anywho、 まあ、早速飛ばしていきましょうかね。光の方も結構ふんだんに使ったんですけど、発射で、どうするかですけどね。まず一番大事なのは、まあ、軌道に乗せることなんですけど、軌道の高さもですね、考えないといけないんで、ちょっとうるさい。ごめんなさい。こっちの方でちょっと音量下げさせてもらうんですけど、12万メートルがいいかな、高度。だいたいそこら辺にパーキングしとければ、まあ、タイムアクセラレーションも使いやすいと思うんで、で、ちょっとエンジンの方、こっちの方を吹かしたままでしたね。ウップス、かなりもったいないことしちゃった。まあいいや。で、このままとにかく伸ばしていって、よいしょと、大体11万9000メートルで OK としましょう。よいしょと。で、101か。131なんだよな。ちょっとここの微調整が。微調整にこだわっていきたいけど。ちょっとこっちを、もうちょっと近づいていくか。なるべくパーフェクトな軌道が欲しいんですけど、まあ、ちょっと夢物語みたいな。127、124、120、121、いや、まず適当に軌道に乗せてから微調整していこう。ここでやったらキリがねえや。あれ、グレイト、バッテリーが切れたから動かせねえや。せっかくここまで来たのに、このまま地上に落ちるだけですね。畜生。そっか、そういう問題もあったのか。で、バッテリーの方多めにつけたと思ったんだけどな。これだけでかかったりするとやっぱり結構食うか。それでなんやかんや3つぐらいスペースプローブのやつつけてますからね。でんげって。じゃあランチの方は朝まで待たないといけないですね。
お尻の方からリエントリーですよ。ああ、空中分解と。いつだって見ても爆発は美しいものです。格言みたいな。OK。ちょっとソーラーパネルの方もつけとくか。つけてあるけど、展開しなくてもいいやつ、つけましょうかね。と思ったら、ソーラーパネルねえじゃねえか。ウップスレイジー。じゃあこれを適当に、4つほど置いていきましょうかね。ここら辺にくっつけとけばいいかな。で、セーブして、ローンチ。で、朝になるまで待ちましょう。夜もね、夜で暗くて結構素敵なんですけど、朝の方が何やってるのか見えるんでね。じゃあタイムワープしていきましょう。 OK。 では SS の方をオンにしてと発射で、メインのブースターの方はちょっと節約していってと。いや、 25% の出力で早速ちょっと20個動くぐらいまで傾けていこうかな。25台で45台かまで傾けていこうかな。おお、 OK。 でブースターの方も切れたんで離してと。今回も綺麗にこのなんかパターンみたいなのができなかったですね。残念。よいしょと。で、リエントリーエフェクトの方も出てますね。まあ、結構スピード速いですからね。今、マッハ3ですね。突き出してるというか、飛び出してってますね。飛んでるというよりも。OK。で、45度の方に傾けていきながら。太陽の方に向かっていきましょう。イカルスのように。ギリシャ神話のイカルスって鉄でしたっけ。でできた羽で空飛んだって言いますけど、どんだけ腕力あるんですかと。まるで鳥人間みたいに胸だけはすごいでかかったんでしょうかね。なんかあっといけね。ちょっとこれやりすぎちゃった。まあいいや。適当にペリアプシスの方を伸ばしてと。ちょっとこれ難しいんだよな。16、12万5千メートル、11万4千メートル、11万7千メートル、19万9千メートル。ちょっとポック。OK。12万メートルと。で、向きの方も変えてくれ。エネルギーの方はちょっとなんか使ってきてんな。このブースターの方を外しちゃおうかな。外してしまうか。で、このサービスプロパルションのやつで微調整とか繰り返していきましょうかね。 OK。 で、大体1分ぐらいの噴射ですね。 OK。 でエンジンの方を点火してと。まあ、燃料足りるかな。まあ、足りなかったら足りなかったり悲しいですけど、 RCS の方も結構あるんで多分いけるかな。ディカップルノードでこっちの方も外してしまいましょう。で、こっちの機体を使っていってと。OK。 ちょっとこの上のやつ邪魔だな。ちょっとこっちの方外してと。あのままじゃなくてこのまま待っていれば
あれも地球の方に戻りますんで、よしとしましょう。で、このまま孵化していって、高度12万のところまで行きましょう。2、3、4、5、6万、7万、8万、9万、10万、11万、10! ちょっとだけエンジン孵化して。OK、12万メートル、来た。では夜の方まで行かないといけないんですけど、ちょっとその前に他のやつちょっと見てみましょうか。スイッチ2で、これだけですね。こっちのノードつけないとちょっと移動じゃなくてコントロールできなかったんで、コントロールじゃなくてつけることができなかったんで、ロケット、まあだからちょっとつけたんですけど、うまく説明できていないな。まあもう一回説明させてもらうとですね、サイエンスモジュールの方をですね、間違ってプローブのやつに突っ込んでしまったんで、普通のロケットとしてですね作れなかったんですよね。一からデザイニングするのもめんどくさかったんで、まあ仕方なくこっちのプロボドボダインね、オクトってのをつけたんですよね。でまあこっちの切り離して地面に叩きつけるわけですけど、よいしょと。で夕焼けの中これ叩きつけられると地面に。でもそんなにスピードの方も速くなかったな、残念。ではこっちの方に戻りましょうと思ったらスペースセンターの方に行かないといけないのか。オッケー。では戻ってと、ステーステーションワンシュッペ。で戻ってきましたね。じゃあまたちょっと微調整の方を行いましょうか。バッテリーの方もたったの20か、もうちょっとつければよかったかな。もうちょっとっていうかバッテリーつけてなかったか。マジか。ちょっとこれもデザインミスやな。やっちゃいましたけど、まあ人生大だって失敗あるんですよ。キリ。バッテリーは持った。じゃあ早速向きの方もじゃなくて修正していきましょうか。もうちょっと近づいていった方がいいかな。 OK、 これでペリアプシスに限りなく近いんで干渉されないんで、こっちの方一気に下げていきましょう。12万メートル。なんで来た。そしてこっちの方も8万8000になっちゃったな。またアパプシスで孵化さないといけないですね。でまた微調整が始まるわけですけど、ちょっとここから先はカットしていこうかなと思います。ここはちょっとこだわりたいんで、でまた後ほど。 OK、 あんまり時間かからなかったな。12万メートル、12万1000メートルなんで非常に近いですね。ナイス。であとはですね、この後ろのエンジンの方も切り離してと、バイバイ。であとはこっちのエンジンの方を綺麗にしていきましょう。来た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 。結構でかいマシンだから重いのかな。まあいいや。でレトログレードの方に向けて噴射して、ジムの中にね
まあ、戻していこうと思います。いろいろとありすぎてですね、ケスラシンドロームとか起こしたくないんで、で、あそこのスペースステーションの方もですね、どんどん先の方に行って、私たちの方は減速していきましょう。まあ、ここも結構こだわったんですけどね。そうすることによって、これだけなんで、非常に綺麗にできるんじゃないかなって思うんですけど。まあ、RCS の方もたくさんありますしね。やろうと思えば、こっちの方にもたくさん電球つけたんで、ドッキングの方も楽になるんじゃないかなって考えてるんですけどね。まあ、実際どういくのかわかんないですけど。で、デブリの方は、地面の中に落ちますね。OK! じゃあ2本目また、ふかそうじゃなくて飛ばしましょうか。あっちの方はね、軽いからもっと楽になるんじゃないかなと思うんですけど。で、最初のロケット、今飛ばしたやつなんですけど、からの教訓でですね、プローブの方に突っ込まないって、突っ込まない方が楽だと分かったんで、多分楽だと思うんですけどね。なんで、プローブの話はこっちなんですけど。でさっきと同じようなデザインですね。まあ、ただこっちの方がカプセルの方がたくさんあるっていうぐらいで。乗せていこうかなと思うんですけど、食料の方もたくさんあるんで。乗せていきますか。4人頃。チャットランカーマン、デスミーカーマン、ソムリーカーマン、ギョフグンカーマンに飛んでいってもらいましょう。宇宙ステーションの最初の責任者たちはお前らだ。言い出しっぺのお前らが言ってくれみたいな。絶対そんな会議であったに違いない。じゃあ早速ちょっと IBA の方見てみましょうか。はあ。ゴミ箱、ジャンク。レフューズ。レフューズってなんだ？断るってことなのか？で、ゴミ箱と、歯磨き粉。あれなんて書いたんだ？あ、ボードゲームか。ランドリーと、たくさんのサイエンスとサイエンス。ですね。窓の外見えるのが、なかなか、こだわってていいですね。で、こっちの方を見てみると、さっきこいつのやつ視点から見てたのか。な？いや、こいつか。で、宇宙への扉があると。OK。じゃあ早速ですね、彼らに行ってもらいましょう。さあ、飛び立て、英雄たちよ。未来は君たちの手にかかっている。ただこれちょっと空気抵抗学的にあれなんで、ちょっと失敗したななんて思ってますけど、キャップつければよかったな。まあ後の祭りですから仕方ないですけどね。じゃあブースターの方も切れると思うんで、早めに切り離していってと。 OK。で、こっちの、リクイッドエンジンブース、リクイッドフィールブースターの方を 50% の出力でいってみましょう。で、一番のポイントはですね、なるべくこっちの軌道に合わせることですね。で、なんやかんやでちょっと遠いところに行っちゃったな。チェックを待たないといけないな。待つときは確か、このターゲットの軌道よりも上にいればいいんですよね。そうすれば、まあ、向こうの方が追いついてくるというので、ちょっとまた軌道の方に乗せていってみましょう。で、みんなちょっとパニクってんな。大丈夫だよみんな、落ち着いて。君たちの上の方にはお菓子とかたくさんあるから。食料と食料じゃないみたいな。で、どんどん、横の方に向けていってと。まあこれも結構時間かかりそうだな。ちょっと早送り入りますね。OK。宇宙の方に
まあ、無事やってこれたんで、こっちのブースターの方も切り離していきましょう。でさっきと同じようなですね、サービスプロパルションシステムの方を使っています。まあ、こっちの方がこっちのステージにした理由はですね、まあこっちの方が短いんで機体の向きが変えやすいってことですね。でもうちょっとバシスの方に近づいた方がいいかなと思ったけど、今戦わねえと間に合わねえな。まあこっちの方はさっきよりもですね、神経質に合わせなくていいんで、まあ、軽略にやっていきましょう。でソーラーパネルの方もちょっと開いていくか。よいしょと。で電球の方もちょっとつけていきますかね。はあと思ったらこっちの方ついてなくて、ドッチングの方にしかついてなかったや。ちょっと失敗しちゃったな。まあいいや。でなかなかいい感じにまたできていると思うんですけど、こっちの方にあれプローブつけるの忘れちゃったな。これは良くないね。多分宇宙のデブリとして残ってしまうかもしれない。所長所長、宇宙にゴミがありすぎて無事に飛び出すこともできないんですみたいな。そりゃ困ったもんだねと所長は笑って言いました。笑い事じゃないんですよ所長みたいな。大丈夫だよ、カーバルたちは入って捨ててもまだまだ腐るほどいるからなみたいな。鬼畜やな。まあいいや、軌道に乗ることができたんで、あとはじゃあ待つだけですね。まあこっちの方が軌道の上にいるんで、このままタイムアップしていけば見ての通りどんどん近づいていってますね。食料の方も480日分あるみたいですね。ああ1年以上入れるのか。食料の方はですね、ライフサポートの方は結構慎重になったっていうか慎重にやったつもりなんで、このライフサポートコンテナーラージが3つあるんですよね。さてですから、まあちょっととにかく待つわけですけど、長えな。スペースセンターの方に行ってタイムアップしてもいいけど、いやそうした方がいいかもしれないな。ちょっとこれ長いわだったら軌道の方をもっと上にすればいいじゃんっていう思う方もいるかもしれませんけど、それはそれでね、また燃料とかの方も使っちゃうんで。 OK、ちょっと早くしていってと。100倍速、1000倍速ですね。1000倍速にしても結構時間かかんね。でもどん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 近づいていってますね。だいたい同じぐらいに来ましたね。 OK、 ではまた元に戻してと。カモン。 OK、 で食料の方もまだまだ余裕ですね。カーボンダイオクサイドとかもうちょっと溜まってきてるけど、まあ気にするほどでもないね。ではそこにあるんでマニュマロードの方をちょっと使って行ってみましょうか。エンカウントあるといいんだけど、インターセクト1か。で、コントインターセクト2かな。これをなるべく近くにしたいから、ちょっと、この、触りたくないんだけどな、触っちゃうのよな。マニューバーノートで、下げないといけないのか。これインターセクトがセパレーション 19.9km って高い、長いな。 6.4km。 3.9 3.7 4.8 いやちょっと遠いな。 4.2 か。
おっと、どんどん近づいてきてんな。2.7。あとちょっと今上がっちゃったけど。いや、長かった。ちょっと、なかなか、うまくいかないな。3.9メートルになっちゃったな。でも、さっきより全然近かったな。3.2キロメートルと、どんどん下がってきたか。いやー、大変だった。多分、これでうまくいくんじゃないかな。おっと。で、また上がっていっちゃったから、今度は下げていってと。OK、1.3、2、1。1キロ切ったー！OK、0.5キロメートルになった。あともうちょっと近づいてから微調整していこう。ふう、ターゲットのスピードは、結構速いから、ちょっとスピードの方上げていかないと。と思ったら、めっちゃ速く近づいてきてんな。スピードの方下げないといけないけど、ゲームがフリーズしてる。OK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 。で、アシエスの方もオンにしてと。来たー！ ちょっと待った。スピードの方下げてと。どんどんまた離れてく。ターゲットスピードの方を、ちょっとまた一旦ゼロにしないと。OK。これで近づいてきた。で、またちょっとこれ早く近づいてるから、ちょっとまた、離れてしまうな。よし、秒速10メートルにしてから。よし、ちょっと。秒速3メートルにしてと。秒速1メートルにしよっか。ああ、来たー。 こんなにドッジングが難しいと思わなかった。ただ食料の方もまだ残ってるし、いい感じですね。で、どんどん近づいていってと。ああ、スペースステーションも見えるね。で、これ切り離して、あともうアシエスでコントロールしていきましょう。確か、N で。もっと近づいていってと。ふう。じゃあ、ポートの方からコントロールするを選んで、ターゲットにしてと。で、どんどん近づいていってと。OK。で、ちょっとこの、ドッキングのやつでやるの初めてだからな。うまくいくかどうかわかんないぞ。まあ、でも結構近づいてきてるね。ちょっと。OK。あとちょっとまた離れてってしまってんな。よいしょと。ほら。OK。よし、ちょっと。で、ステーションの方があっちにあるから、タッチの方に近づけてってと。ちょっとスピードの方、切ろっか。切ろじゃなくて、なくしてと。よし、ちょっと、来た。で、これでパーキングに入ったから、よしとして、どっちにつなげようかな。こっちの後ろにドッキングポートつけるの忘れてたわ。こっちの方につけようかな。で、ドッキングアライメントの方も出てきましたね。
電球の方もつけてと。でまずはこうしてと。こっから先このマニュ不慣れなあれで使わない使不慣れな操作でいかないといけないんですけど、ちょっとこれ難しいな。ちょっと待って、まずあっちの方に孵化してと。で向きの方も合わせていきながらスピードの方もなくしてと。 OK。 であとはドックの方に合わせていかないといけないんだけど、よいしょと。でこれでいいのかな。 OK。あとは操作の方、ちょっとこっちの方、右下に、左下に変え、クリックして変えて、操作していきましょう。OK。では、慎重に、慎重に。慎重にやっていきながら、で、遅く、遅く。慎重にやっていこう。DST の方が、ディスタンスの方が、ちょっと離れていってんな。で、OK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 。で、どんどん近づいてきてるから、あそこの、ドッキングアライメントのやつも合わせていきながら、ちょっとステージングの方に向き合わせていきながら、ちょっとこれで、ちょっといやーこれ難しいな。動画で見てる分には非常に楽のように見えるけど、やってみると分かるこの難しさ。あー1メートル、あと1メートルなんだけど、どんどん下がってきてんな。下がってんじゃなくて離れてしまってんな。あいっけね、ちょっとぶつけちゃった機体の方。よし、 SS の方オンにしてと。こっちの方からドッキングした方が楽かもしんないな。コントロールフロムヒアでターゲット。ちょっとで、ちょっとこっちの方からコントロールしよっか。ああもう結構難しいな。あーと、どこ行く？ OK。 左を押すと右の方向に行くから、ちょっと今こむらしてたんかこれどんだけ時間かければいいんだよと言いたくなりますね。よいしょと。こっちのナブボールの方も向き戻してと。ちょっとディスタンスの方も2メートルになってと。あ、ドッキングした！やった！ああ、もう難しかったけど。ああ、なんとかドッキングすることができた。来たー。で、バッテリーの方もですね、620とあるんで。はあ。成功したか。いやー大変だったまあドッキングがここまで難しいと思わなかったけど、まあ、うまくできてよかったです。
いや、このドッキングだけで10分ぐらい時間かかったんじゃないかなってぐらい、ほんともうちまちまやってましたからね。このドッキングの動画でどれぐらいかかったかな、ちょっと見てみましょうか。45分ですからね。さっきのカットとかも、はい、入れても30分ぐらいか。まあ、うん、成功すればいいんです、成功すれば。まあ、あとはですね、どんどんこっちの方にも次出していけたらなと思うんですけど、それもちょっと動画でやっていけたらなと思います。こっちの方の後ろにつけられないんで、こっちの方から伸ばさないといけないですね。ふん。ただストラクチャルの方も使えば多分ドッキングポートとか増やせるのかな。ちょっとそれもいろいろと実験してみようかなと思います。でこっちの方の後ろにくっつけて、ソーラーパネルとかもですね、まあ、たくさんつけていけたらなと思います、バッテリーとともに。ふ、あとはこれのね、まあ、ノウハウを生かして、まあ、デュナへと行くですね、あのロケット作ってみたいなと思います。まあ、大きめのエンジンとか積んでいきたいんで、まあ今回はこんな感じかな。それでは、次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。